アンヘル・ガビロンド・プホールは、スペイン・ギプスコア・県産セバスティアン出身の、大学教員。2002年から2010年まで、マドリード自治大学学長を務めた。2009年から2011年までスペイン、社会労働党のサパテロ内閣で、教育大臣を務めた。2015年から、マドリード衆議会議員を務めている。ジャーナリストのイナキ・ガビロンドは2位。 女優かつジャーナリストのエスティバリスガビロンドは名。1949年にバスク地方のギプスコア・ケンサン・セバスティアンに生まれた。マドリード自治大学で哲学と文学を学び、1980年に優秀な成績で卒業して学士号を取得した。1980年にはマドリード自治大学で講師となり、1983年には マドリード自治大学で博士号を取得した。刑事上学、解釈学、修辞学、現代フランス思想を専門とし、2001年にはマドリード自治大学の文学部で教授となった。2002年4月27日にはマドリード自治大学の学長に選出され、2004年にはマドリード州大学学長会議の議長に就任した。2006年には マドリード自治大学の学長に再選され、2007年には全国組織であるスペイン大学学長会議の議長に就任した。2009年から2011年までスペイン、社会労働党のサパテロ内閣で教育大臣を務めた。2011年6月にはマラガ大学からメダルを授与された。2011年12月30日にはカルロス賛成勲章を授与された。 2014年12月26日には、アルフォンソ10世、憲王勲章を授与された。2015年まで政治家としての経歴はなかったが、2015年のマドリード衆議会選挙ではスペイン社会労働党の筆頭候補として出馬した。マドリード衆議会議員には当選したが、州首相指名投票では、国民党のクリスティーナ・シフエンテスに敗れた。 スペイン首相のペドロ・サンチェスに推薦されたことで、2019年のマドリード衆議会選挙では、三度スペイン社会労働党の筆頭候補となった。スペイン社会労働党は132議席中37議席を獲得して第一党となったが、州首相指名投票では、国民党のイサベルデアス・アジュソに敗れた。ありがとうございます。